はい。どうも、皆さん、こんばんは。モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、IOST、ルナー、ビットコイン、キャッシュ、柴犬、今日6通貨見ていきたいと思います。え今日が2022年の4月の14日木曜日、今が19時17分回ったところですね。えー、今の、えー、仮想通貨市場、全面的にですね、上がってきたんですけれども、まあ、株式市場も相関して上がってきたというふうな感じです。ただね、本当にこれですね、どこまでいくかっていうのが非常に今ね、難しいところで、そのあたりアメリカの株式市場もね、非常に難しい展開になっているんですよね。 まあ、昨日言っていたボックスはです、ね、抜けてそこからの戦略は一回ね、えー、まあ、リセットされたかなっていうところでこの次の展開どういう風にですね攻めていくべきかっていうところをアップしていきたいと思いますこのチャンネルでは仮想通貨関連それから世界経済の動向をピックアップして相場分析と戦略構築をやっております初心者の皆さんにねできるだけまあ、分かりやすく噛み砕いてお伝えするっていうことを心がけて配信しておりますのでぜひ今後とも応援いただける方はチャンネル登録よろしくお願いいたしますで動画に入る前にですね1点だけお知らせで以前ですね僕の動画でもねご紹介させていただいたアクアファー っていうですねプロジェクトがありまして、プレイトゥアンのプロジェクトですね。あの韓国のザ・マーズというですね、今めちゃめちゃこう盛り上がっているプロジェクトがあるんですけど、そのザ・マーズが出したですねプレイトゥアンゲームということで、まあ、徐々にねこう盛り上がってきているという風な感じなんですけれども、このゲームの詳細に関しては、以前ですね動画上げてますので、そちら、えー、ぜひ見ていただきたいんですが、今、ですねここのゲームに出てくるアリーと言われるですねこう,こういう海の妖精なんですけど、えー、これがですね販売されてきております。卵の状態でですね。で今、えー、とオー,プンシーンの方 で売り出されているんですけど、まあ、0.03イーサぐらいで売られているというふうな状況です。で今回1回目がすぐ完売してしまった関係で2回目のですねセールを行うというふうにですね聞いております。 ただ2回目のですね、購入をするには結構ですね、ハードルがね、高い条件があるんですけど、今回またですね、枠をもらいました。えっと、アクアファームアリーの NFT 抽選ということで、4月のえと17日の24時までにですね、以下の概要欄にリンク貼っておきますので、もしこのアリーもっとね、欲しいとか、1回目購入逃したっていう方は、ぜひね、ここにでえ応募いただければと思います。一応50枠買える権利のですね、枠をもらっております。一応、販売価格は40マティックということで、そのオープンシーで販売される 価格よりも安く購入することができますしこの販売はね、本当にすぐ終わるんですけど、この後、最終でですね、4月の26日からダッチオークションっていうのがあるそうですね、要はそこでアリーのですね、最終販売っていうのを行うそうなんですけど、そこでは200マティックからスタートして、徐々にですね、まあ、値段が下がっていって、最後、最低でも100マティックということで、まあ、これに抽選当たった方はね、まあ、お得に買えるということになっておりますので、もし興味のある方はですね、以下の概要欄からチェックいただければと思います。じゃあ、このままですね、今日の仮想通貨 市場のどこから見ていいいきたいと思いますえ今日の仮想通貨市場、ビットコイン、イーサー全面的に上がってきました。えこれはもうえ株式市場とですね、連動して動いてきたっていう風な状況ですね。ただ、直近の下げに対して、まだまだね、えこう、反発力が弱いっていう風な状況です。ここからまあ続いていけるかどうかっていうところをねうん、ちょっとここは本当にね、難しいんですけど、まあ、どこで攻めていくべきかっていうふうに考えるのが今はね、いいかなと思うので、その辺りかあたり、しっかりね、分析していきたいと思います。今日の株式市場に関しては、日経平均は1.2%上昇ということで、 まあ、アメリカの金利がですね、ちょっと落ち着いたんですね。まあ、高止まりはしているとはいえ、ちょっと落ち着いたと。で、アメリカの、まあ、恐怖指数と言われているビックス指数っていうのもえ下がってきたので、ちょっとね、あの市場心理が改善したっていうふうな状況になっていると。で、欧州市場も今、軒並み上がってるので、まあ、今のところは、えー、気持ちがですね、あのー、楽になっているっていうところが、今のね、この状況でわかるんじゃないかなと。まあ、まあ、ここと、えー、仮想通貨市場、やっぱり濃くですね、連動してきてるというのが、本当に今のね、状況かなと思っています。まあ、特に、ナスダク100とですね、 変動性めちゃゃめちち高いんですよねちょっとそのチャートを見ていただくともう本当にこれ難しいねっていうところがよくわかると思うのでえ今日もねそこのチャートもしっかり映して解説していきたいなと思ってますじゃあここから仮想通貨関連のニュースをいくつか見ていきたいと思います今日は全部日本のニュースですねまず、えー、1つ目コインポストのニュースで、えー、イーサリアムのプルーフオブステークへの移行というですねニュース直近で負荷テストみたいなのをやってまあ一応ちょっとの問題があったけど今のところ順調だよって発表していたんですけれども今のところ順調だよって発表して いてまあ、第2クォーターなんかだから4月から6月ぐらいにはもう移行する予定ですみたいなことを言っていたんですけど、えー、ここにきて、まあ、2022年の後半になるんじゃないかという,ふうな見通しが立ってきたという感じですねイーサリアムの大型アップデートを率、えー、いているこのベイコさんという方この方がダマージェへのですね移行、えー、2022年の後半になる可能性が高いという,ふうな見方を示したということですね、まあ、一応ね、えー、現在のプルーフォブワークはもうほぼね、えー、終わりの方に入ってきているということも言っていて、えー、まあ早い段階でということは言っているんですが けれども6月っっていうのはちょっと難しいいかもみたいなことととをでですすねね言ってきたということです、ねまあ、この報道によってイーサの価格が下がったとかそういう風な反応はね、えー、僕が見る限りはないかなと思っているんですけれども、まあ、引き続きそのマイニングしてる人からしてもめちゃくちゃ重要なニュースなんですね既存のマイニング装置で、えー、イーサを掘っている方はイーサがプルフオブステークに移行してしまうと掘れなくなるっていうところがあるので代替の、ねえー、通貨を探さないといけないとか、まあ、それでイーサネームクラシックちょっと注目して上がったりしてたんですけど ま、引き続きこのニュースですね、しっかり追っていきたいなというふうに思っております。はい。次のニュースもコインポストのニュースですね。テラ関連の LFG が125億円のビットコイン買い増ししましたということで、ま、以前もね、ご紹介したと思うんですが、テラの非営利組織であるルナファンデーションガードっていうところですね、LFG が13日125億円に相当する 2510BTC のビットコインを買いましたということですね。ま、一応、ま、以前からですね、買い増していっているんですよね。ま、一応以前から買い増していっているんですけど、 を目的は、テラが出しているステーブルコイン、テラ USD ですね。UST というティッカーシンボルですけれども、これの担保として、準備金としてですね、ビットコインを保有するっていうふうに決めて、そこから買い出したわけですね。で、現在この組織ですね、42,410BTC を保有しているということで、2,200億円相当を持っているそうなんですよね。ははいいこの量は大口ボレットにおいて上位20位20 ら、ね、はいで、まだまだ一応買い足していくっていうことを発表していて3600億円まではですね、まあ、確保していくっていうことを言っているそうなんですよね。まあ、このニュースに関しては結構ね、ポジティブだと思っていて、まあ、額が大きいのと、やっぱりこの触発されてですね、他の大口の動向もちょっとね、変わってきつつあるのが今の現状なんですね。それちょっとオンチェンでこの後見ていきたいと思います。それから次のニュース、コインデスクジャパンさんのニュースで、これ僕は結構ね、重要なニュースだと思っているんですが、ジャック・ドーシーさん、Twitter の創業者ですけど、この方の初ツイートが NFT されてそれてそが去年で、すすねね出品されてオーープンシーでで,す、ね、でなんと290万ドル今の価値でいうと本当に3億何千万とかいう額でですね売れたんですよね。で、それを購入したこのシーナさんっていう方がですね、今回60億円でオープンシーで、ね、出品したそうなんですね。そしたら、なんとですね入札がわずか7件しか入らずオークション形式なんですけど、最高で3万5千円までしか上がらなかったっていうニュースがここでね、報じられているんですね。一応2日以内に えー、受けけ入れなけれなばですねそのオークションは無効になりますので、えー、まだ売られるか売らないかっていうのはあのどっちか分からないみたいなことを言ってるそうなんですけどそれぐらいの価値にしかなってないっていうのが、えー、今の現状だということですねなので直近でもお伝えしましたが、えー、その PFP その SNS のプロフィール写真として、えー、この NFT アートっていうものがですねかなりバズったりとか こういう NFT のね、最先端で、いろんな新しいことに初期投資して、まあ、バズったわけなんですけれども、今やっぱりその売上高に関してもね、グローバルで見ると下火になってきてるわけですよね。なのでその中で、初めの方は NFT だったらもう何でも上がるんじゃないかってことで、たくさんこう、お金がね、入ってきてみんな買っていたわけですけど、今やっぱりそういう時期ではなくなってきてる。で、ここからやっぱりどういうものが本当に必要なものになってくるか、どのプロジェクトが将来性があるのかっていうところを吟味するフェーズにですね、僕は入ってきてるんじゃないかなと思います。 もちろん NFT アートとしてしっかりあの残っていくっていうのはもちろんあると思うんですけれどもまあその中で自分がねどのプロジェクトに将来性を感じてえまあ投資していくのかまあ今だとメタバースが今後絶対流行るみたいなねそういう雰囲気になっているのでじゃあメタバースの中に持っていけるアバターが今度流行るんじゃないか SNS の PFP が流行ったのでえメタバースのアバターが流行るんじゃないかっていう理論でえそういったプロジェクトがねめちゃめちゃピックアップされてますけどなのでそういったものに投資する時に関しては出口をどこにねえ設けておくかっていうところもしっかり考えておく。 ないとめちゃくちゃ価値上がったけど気づいたらね本当に昔みたいになっていったまあ本当にこれがね最たる例ですけどこういう風になってもいけないのでしっかりまあ計画的に、えー、投資でいくべきなんじゃないかなというふうに個人的には思っておりますはいじゃあ音声ねちょっと見ていきたいと思うんですがさっき話に出ましたビットコインの大口アドレスの数なんですねまず小口見るとまあ堅調というかねあの今のところ普通に動いていて、えー、中盤あたりもねそあのまあ、回復傾向の中で そんなに大きな目立ったあの動きはないんですけど、直近で大きく動いてきているのが、この 1000BTC 以上持つアドレスの数だったりとか、1万 BTC 以上持つアドレスの数、これがね、直近で大きく急落していたんですが、また急反発したんですね。ここの動きと、やっぱり価格動向ってめちゃめちゃ似てるので、そのテラの買い増し、125億円分買ったとかいう報道もありますし、それだけじゃなく、他の大口たちも、このディップ、要は下がった相場でしっかり買いましたっていうことが、このデータでもね、明らかになっているんじゃないかなと思います。これは一つ まあえー、市場にはですねポジティブに働く、えー、データになっているんじゃないかなと思っていますそんな中で現状の売り板を見ていきたいと思うんですが、えー、売り板買い手ですね、えー、完全に、えー、売り板が今厚くなってきております特に直近直上の、えー、4万1300ドル付近に大きな売り板が入ってますね、えー、それからもう一つ上4万1800ドル付近から4万2000ドル付近ですねここも結構大きなですね売り板が入ってきてますなので結構今売り優勢に、えー、短期的なところはなっている んじゃないかなという感じですね。あの広い目線で見ても圧倒的に売り高がね大きくなってきてますので、せっかく復調してきた中で本当にこれ続いていけるかどうなのかっていうところ、えー、その辺りはねテクニカルでしっかり見ていきたいと思います。はいじゃあまずはビットコイン4時間足から見ていきたいと思います。今のビットコインの価格4万1千ドル付近ということで、えー、昨日言っていたここのですね、えー、ボックスというかねあのー、高値の抵抗帯、要はここが4万500ドル付近だったのでこれ抜けていくと4万2千ドル付近まで上昇するんじゃないかと、えー、なので。 ここ抜けたらロングっていうことをお伝えしていたんですけれども、まあ確かに抜けていって、えー、結構大きく上がったんですが、4万1500ドル、4万1600ドル付近で頭打ちになって、えー、今ですね、若干こう垂れてきていると、そういうふうな状況なんですね。あれさえー SI、とか MacD 見ると結構ね、いい感じだったので、4万2000ぐらいまでいくかなと思ったんですが、途中で失速してしまっていると、で、出来高もやっぱりね、かなり下がってきているっていうのが今の現状だということですね。で、まだ週の半ばで、ここまで出来高が下がるっていうことは、本当に どっちに動くかっていうのがみんなもうわからないっていうふあなお手上げ状態みたいなねそんな感じになっているっていう現状じゃないかなと思っていますでこれをちょっとねアメリカのナスダックの100ですねこの指数をちょっとねチャートで見ていくと、まあ、以前から言っていたようにちょっとこれ冷やしにしますね 冷やしで見ていくと、まあ大きく下がって戻ってきたので、えー、FRB また強気になって、まあ価格下げていったっていう感じなんですよね。で直近ではちょっと反発しました。でまあ見た目的にはやっぱりこう戻ったところ売り叩かれそうなあのチャート形状ですよね。なんですけど、まあ逆三ゾのような形を形成しに行こうとしているようにも見えるということで非常に難しいんですよね。でここの肩のところで、まあ一応サポートされて上がってきているという感じなので、これを抜けていけばまあビットコインもねおそらく あの連動してですねあの大きく下げるような展開になってくるんじゃないかなと思うんですがと直近のところに関してはですねここサポートされて上がですね重たいという感じでなかなかこうどっちに動くかっていうのが見当つかないっていう風な感じですよねなのでナスダックとかがここをね割り込む1 4000ポイントのところを割り込んでくるような感じになれば仮想通貨市場も全面的に下がってくる可能性ここまでの連動性を見るとねかなり高いかなと思うのでここちょっとね警戒というかねあの注目しておくべき指標になっているんじゃないかなと思いますま。 んですが4万500ドルは抜けたんですよねでこの20 ma もサポート側に回ってきました あとは、ここで意識されていた高値、えー、抵抗体、まあ、ここでですねギリギリ抜けるかどうかっていう、まあ、重要なポイントになってきてるわけなんですよね。なので、ここから抜ける可能性があるとするならば、まあ、20円目が下に回り込んできて、下のサポート力を結構ね、増して、そこからまあ上がっていくと。ただ、まあ4万500をね、またこの素通りで割り込んでしまうとなれば、結構大きなですね、急落につながってくる可能性もあるんですよね。なので、本当にこれ短期的に見ても、ちょっと今手が出せないような雰囲気になってきたかなと。 いう風に思っています。まああえて狙うんであれば4万500までもしね、えー、今日のところで下がってくるのであればその辺りからロング入ってこれ抜けたらすぐ損切りみたいなまあそういう攻め方できなくはないですけど今そんなにこう頑張ってですねエントリーしていくような局面ではまあまずないかなという風うに今のところは思っています。明らかにまあ目線が変わるポイントとしてはまあ4万2000付近まで上がるっていうことをお伝えしていてその4万2000を抜けたらまたね世界が変わって4万40004万5000のここの価格帯までまあ上がってくるだろうっていうことをね、えー、あの検討できるわけですけれどもその4万2 0 そ付近には今冷やしレベルで見ると 100mA それから 50mA なんかが控えているのでやはり抵抗体として機能してまあ売り板も入ってきてるんだろうなっていうのが推察されますなので逆に言うとこの4万2000をもし抜けるようなことがあれば一気に4万4000ぐらいまで、まあ、上ってくるのでそこからロングに入るっていうのは、えーまあ、チャンスになってくるんじゃないかなっていうふうに考えておりますただしここで上に行けなければ下がってきますよねで今度ここでですねダブルボトムを作ってまた反発するのかそれとも、えー、そこからまた大きくですね下がってくるのか るるのかっってていう、まあ、局面になってくるわけで、すよねでそこまで行って、ここのですね3万9000ドル付近を下に抜けるんであれば、それはかなり大きなですね急落になってくる可能性あるので,で、そこでショートに入るっていう感じですかね。まあ本当に今ね、方向感出てないので、しっかりまあ,あの静観して、で,で,き,できるだけ5分足とか、まあ、短期的なトレードは十分、ね、できる相場かなと思うので、でそういったところでまあ試していくっていう方が僕はいいんじゃないかなというふうに思っております。えー、続きまして、イーサリアムですけど、イーサーに関しても3100を抜けてしまって、一旦こう今日のところに関してはですね、 反発してきているという感じですよねでまあ東レベルで見るとここサポートされたので3100もう一回抜ければえここのですね高ね3600ドル付近までの上昇がえまあ期待できるんじゃないかなっていう雰囲気ですよね四時間足で見るとこんな感じで一旦抜けて戻ってきてるんですけどここでまあレジスタンスされる可能性が高いかなみたいなえそんな状況ですよね移動平均線は完全にデッドクロスされておりますしえーまあちょっと下に動きかけているはあのいるんですけどここからまあ下がってくる可能性の方が今ね高いかな 直近でこの RSI50 のところで反転しているというかねそんな傾向も見て取れるし MACD もまあ一応ゴールデンクロスしているとはいえもうあまり勢いがないんですよねなのでまあそういったところからすると一旦下がってきてダブルボトム作ってどうなるかという展開が一番考えやすいかなと思いますただこれをね見ていただいたらお分かりの通り50を抜ければ一気に相場回復するんですよねはいあのそういったところからするとこの50で抵抗されているわけなんですけどこれを抜ければえこの3100抜けとまあ多分ねリンクしてくると思うので そこをかぶせてロングに入っていくっていうのは一つね、あ,のありの戦略かなと思うんですが、今はちょっとね、本当に難しい、まあ、移動平均線もね、20円とか下にあったりとかして難しいので、ここはちょっとショートはね、怖いかなっていう感じはしますね。なので、ちょっと生観の上、3100抜けるんであればロング、それぐらいかなっていうふうに、えー、個人的にはね、えー、思っております。で、IOSD に関しては、一応まあ大きく下がってきて、で、えっ、ー、と、ここのですね、サポート帯の中であのぐちゃぐちゃね、動いてるんですけど、どちらかというとサポート帯の上側にこう、張り付いて いいてるみたいなななそんん感じなんですよねあれさえ見てもその50付近にこう張り付いて、えーまあ、上に行けてないんですけど、まあ、そんな感じに見えると、まあ、そういったところからすると。 まあ何かね、えー、何かのトリガーでガーンとこう上がるっていう風な動きがですね、見られる可能性は、えー、まあ、ある形状なのかなと思っています。移動平均線もまあ密集しているので、この3.0セント、3セントですね、これさえ抜けていけば3.5セントまでは一気にね、えー、急騰するっていう風な相場がですね、まあ、見られる可能性は十分あるんじゃないかなと思います。なので、この辺りがちょっとね、イーサーとかビットコインと違うようなあの動き方になっているかなっていう感じですね。これもあれさえ50のところでしっかりね、あの抵抗されてますので、その50 中の抜けとマクディもこれプラス圏プラス域に入ってきますし、えー、移動平均線も抜けてっていうことになれば次のレジスタンスポイントでいくとまあ3.5セントですねそのあたりまだ狙っていけるんじゃないかなっていうふうに考えております、えー、それからルナに関してなんですけれどもまあ直近でね大きく上昇していて短期的には下がってきましたで今なんとか反発して20名をサポートラインに変えてっていうふうな感じのところまで来ているわけですけど、えー、ちょっとね短期的にはまあ下げが結構強かったのでここからちょっとね正念場になるかなと思っていますまあ上がってきた相場で えー、20とか50円目がね、えー、こう垂れ込んでくるので、ここでレジスタンされて、えーまあ、下がってくるっていう可能性があるんですけど、これ抜けていけば、また直近高値まで、えー、ダブルトップをつけにいく可能性が、まあ、かなり高くなってくるかなっていう風な感じですね、あの今のところ見ると、ちょっとね、出来高も以前より、えー、大きなところは見られていませんし、マック D もマイナス域に入ってきました、であれさえも50を割って、えー、下の方までですね、垂れてきてますので、まあ、ここから上がった時に、どれぐらいね、市場の総意として上がってこれるかっていうところが注目のポイントになってくるかなと思います100ドルです。 はい、これを次超えれば、また大きなです、ね、上昇につながってくると思うんですが、そこが直近の最大の注目ポイントになるかなと思ってます、はい、それから、えっと、ビットコインキャッシュがです、ね、直近大きく上昇してまして、まあ、ベネズエラとか、なんかその辺りで、えー、採用が進むんじゃないかっていうふうな、まあ、話もあるんですけど、それが直接ね、このファンダとしてつながってるかっていうと、ちょっとそこはねあの、僕も追い切れておりません、ただ、まあ、ちょっとね、あの強い動きになっているということで、これ、冷やしで見ていくと、まあ、底根を作ってですねあの、きっちり健全に動いているような感じに見えなくはないと思います。 という感じですねでここ今、マクディーゴールデンクロスしそうになってますので、このゴールデンクロスと RSI の50回復と、えー、この相場のですね移動平均線たちのョンを抜けるというところが重なれば、えーまあ、この上にね380というレ、えー、ジスタンスライン、これ結構重いんですけど、えー、これを抜けていく。 タイミングとと被ってくると思うんです、ね、なので逆に言うと380まで回ってこれ抜ければ、えー、本当にこの430から500付近のこの、えー、歴史的なラインですねこの中に飛び込んでくる可能性があるのでそこは、えー、しっかりね狙っていけるんじゃないかなというふうに思っております、えー、それから最後芝居犬ちょっとね直近芝犬注目していこうかなと思っているんですけれどもまあ一応ですね大きく昨日上昇して、えー、移動平均線たちを下に控えている状況で今のところは止まってますでやっぱり直近のところで出来高がねあの少しずつ増えてきてるんですよねこれがちょっと 一つ注目のポイントとあとまあ MacD も今ねあのプラマイゼロのところでずっと張り付いていますし RSI も50付近でいるのでまだ方向感出てないんですけどここでしっかり移動平均線たちにサポートされてこの水平線を抜けていけばかなり大きな上昇に繋がってくるんじゃないかなって思っているんですねなのであの直近動向まああんまりね昨日から動きはありませんけれども引き続きこの動向をしっかり追っていきたいなと思っていますちなみに4時間足で見ていくとこんな感じでほぼ動けてませんけれども4時間足で見ても移動平均線のサポートをですね受けているような形 になっています、まあ、ここからするとね上がっていってこれ抜けてもおかしくないんじゃないかなと思ったりするんですがこれ抜けていけば結構ねチャンスになってくる可能性あるので、えー、芝居に関してはちょっとね毎日、えー、しっかり動向をですね見ていきたいなというふうに思っておりますということで、えー、今日はですね6通過見ていきました、まあ、昨日の動画でもお伝えしたんですがやっぱりトレードをやっていく中でこういう本当にどっちに動くかわからないっていう相場はね、えー、結構きますてかほとんどの場合は、えー、その翌日にですねどうなるかっていうのはわからないので、えー、どこを抜けたらどういう風に攻めていくかどこまで取っていくかっていうところを事前にしっかり 決めてまあ、エントリーしていくっていうのが非常にね、えー、大事になってくるんじゃないかなと思いますまあ、その中で iOS3 だったりとか芝居のですねここ抜けたらチャンスまあビットコインヘ費者とかもそうですけどここ抜けたらチャンスだろうっていうところをね、えー、抜けるかどうかっていうところまで来ている通貨もあるので、えー、その辺りまあたりあるところにもね状況を見ながら相場を静観していくっていうのが今ね一番重要なんじゃないかなと思っていますということで、えー、今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございました